ここからは主人の分担です。ルルの寝床を作っています。ルルの避暑地、すだれの、すだれの、すだれを上にして、ルルの布団を敷いてます。あそこにルルも入ります。あそこだとね、爪は大丈夫なの。要するに、問題なのは、コンクリートでした。カンクリートとかなんかのお宅は、きっと同じだと思うわ。ずっとコンクリートはあれいないわ。旦那少し痩せちゃったな。ちょっと、あなた体重下げたの？体重下がったの？ねえ、どうもさ、前よりさ、お腹が へこんだの？ねえ、私が少しさ、体重下げてさ、退院したから、やる気が出たんだね。あんまりご飯食べないとか言うからさ、昨日もご飯ね、炊かなかったの。炊かないし、もう仕事から上がったのが6時過ぎだし、どうでもいいかなみたいで、ご飯炊いてないよって言ったらね、なんかね、ご飯実は温めちゃったんですよ、一人分どこからです。冷凍庫の冷凍ご飯、自分のね、冷凍しといたものを温めて、もうね、スタンバイしてました。だから、じゃあね、納豆でも食べるって納豆を出したの。そうしてね、二人分の納豆だったのに、なぜか自分でバクバク食べて、私がその後ちょろっとお風呂入って、部屋から部屋に戻ったら、もうテーブルに出したものはみんな私の常備した酢の物とかみんな跡形もなくね、片付けられててね、主人はご飯食べても寝てて、部屋に行って寝てた。バカ野郎。